では今月の,あのスペシャルゲストについて、まずは脇地さん、紹介いただいてもよろしいですかはい、えー。皆さん、えー、こんにちは。えー、今月もデジタルラウンジ、よろしくお願いします。えー、ネクストビジョン o n の脇地です。今月のスペシャルゲストは、桐り明正則さんですね。えっ、ー、と、桐明さんはあ、日本語のスクリーンリーダー。 の開発に、えー、もう90年代、1990年代から関わっておられる方です。えー、まあ、有名なところで、えー、一番、えー、世界的にも使われてますけども、JOAZ の、えー、Windows のスクリーンリーダーの日本語版の開発に関わっていらっしゃったり、えー、します。で えと今日は、まあ、あの桐明さんのこれまで取り組まれたことをずっと紹介いただきます。詳しくですね、このあと明さんの方からお話いただきますけども、えー、桐明さんはあの昨,昨年12月までは、グ、えーグルの方にお勤めになっていらっしゃいました。ということで、えーまあ、簡単ですけども、あの全盲の,このエンジニア、プログラマーとして、えーまあ、スクリーンリーダー、視覚障害者のこういったあの環境のです、ね、を支えてきていただいている。 桐山さんに今日は来ていただきました。以上です。はい、ありがとうございます。桐山さん、あはじめましてネ、ね、クトビジョンの三宅と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えっと桐山さん、あのまずはごあの自己紹介も含めてですね、あの、はい、お話しいただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの作業環境がひどくて顔が多分上が切れてるんじゃないかと思いますけれども。<laughs> そうですねちょっとカメラが少しずつ胸のあたりを映しておりますが。そ,うはいえー、そんなわけで、ちょっとこの後あのスライドもあるのでビデオを落としちゃいます。えー、ということで、切り開けです。よろしくお願いいたします。はい、いますよろしくお願いします。はいえー、っとよいしょで。こっちで。 日リさんは Mac を使って、その上で Windows 動かしながら、うん、あの両方ともにですね、うん、あの、この、なんと、Zoom、どちらも繋がることができるという環境、なおかつ、音に非常にこだわりもあり、えー、私もそうですけど、<laughs> うんうん、あの、先ほどちらっと映ってたかもしれませんが、うん、マイクが立派なマイクです。うん、そうですね、ラジオの人みたい。ね、<laughs> ラジオか音、ね。音がいいということで、やはり Mac のこの、えー、ハードや環境の方が音がいいので、うん、マック上の Windows で今、つないで、えー、お話をされているというようなことを今、先ほどお聞きしました。<laughs> <laughs> はい、以上。はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はいはい、いや、そんなことあのこのマックを使い始めたっていうのも、ちょっと、うん、ちょっとしたひょんなことからだったんですけど、よいしょ。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。えっと。<laughs> 見えてますかね、スライド。はい、映ってます。はい。 えー、じゃあ、このままいきたいと思います。えっと、まあ、こんな感じで、えー、っと、えー、っと、経歴としては、えー、っと、私、一貫してアクセシビリティのことをやっています。えー、それで、えー、っと、一番最初は、えー、っと、1995年に就職をしまして、えー、清瀬市にあるニューブレールシステムっていうところで、えー、働いていました。えー、っと、星川ね夫さん、えー、が社長、 いらっっっっしゃった会社でずっとお世話になって、えー、ブレイルスターっていう展示の編集ソフトが多分一番有名で、えー、あとはま電筆とか、それからブレイルブリッジ、まあ、今でもラインナップとしてはそのまま Windows 版となりましたけれども、私の時代は DOS 版を作っていました、うんえー。この間にもいろんなことをやってたんですけれども、えー、そんな感じでいました。えー、とその後、まあ えっと、いよ、曲折、それから、えいろいろ <laughs> あって、えー、っと、アウトスポークンっていうもの、うんえー、スクリーンリーダーですね、これ、オランダさんのものですけれども、うん、えー、これの日本語化をやることになりまして、で、えー、それで、2年ちょっと名古屋にいました、富士通チューブシステムズっていうところにいました。うん、えー、それから、えー、っと、リハビリテーション協会、えー、っと、今、えー、っと、富山サンライズの中にある。 当時、えーと、新宿の,あのワシントホテルの横にあったんですけれども、えー、そこで、えー、と2年ぐらい、河村宏さんのところでお世話になっていました。えー、それからエクストラに入社をして、あの石川先生と一緒に、えー、ずっとずっと働いていって、94年、2014年までエクストラにいました。で、えー、とその後に、 えー、しばらく、えー、この世界からちょっとだけ離れたんですけれども、えー、公的に公式には離れていました。で、えっ、ー、と、十八年に,、えー、に、ごめんなさい、2018年に、グーグルに来ないって言われたんで、行く行くって言って,言って <laughs>、えー、4年ぐらい働いていまして、去年の12月に、えー、退職したといったところです。えー、と、そんな、えー、職歴になります。うん はい、ありがとうございます脇さん、ここまでかか補足ありますかいやーもう、はいあの、もう本当にね、スクリーンリーダーから展示の,あの、えー、情報端末ですね、これ、ブレールセンスですけど、このあたりの開発に本当にあのずっとね、携わっていらっしゃったということで、まあ、本当にあの全も、まあ視覚障害のあるエンジニアとして、ずっと支えてきたんだ来ていただいたんだなというのを、本当に。 アウトスポークンからね、本当に入って。はい、懐かしいですね。懐かしいね。本当、アウトスポークン。ええ、もう富士通のね、から発売されて。そうですね。ええ、ね、あの時代もありましたよね。短かはい、ちょっと短かったですけど。<laughs> そうですね。<laughs> うんうん、あの、実はアウトスポークンの4、ええっていう幻のバージョンがありまして、ええ、もう言ってもいいと思うんですけど、あの、オランダにアウトスポークンの4っていうバージョンの開発に私行きました。 ああ、そうなんだ。うん。それで、まあ、冬だったんですごい寒かったんですけれども。ええー。あの、それで行っていろいろやってたんですけれども、えー、まあ、アルバの方でこの開発は中止するっていうことが決定されましたので、えーえー、そのまま帰国してきたんですけれども。ああ、そんなこともあったんだ。うん。あのー、Windows XP の発売が目前の状態で、うん、Windows 2000版はもう出せないねっていう判断を経営側でしたんですけれども。ああ、ああ、ああ。 いろいろその後の自己処理は多分あちこち大変だったんだろうと思います。あの、お金がいろいろ動いたはずなので、いろいろ大変だったんじゃないかと思いますけども、当時の私はよく知らないです。いやいや、どうもどうもありがとうございます。本当にずっと支えて、2000年に入って、もうずっと今度エクストラの方で今度はそうですね。まあ上手はね、今もやって、今も必ずさは、 ていらっしゃるんですよねね確かね現在もそうです、はい。ね、えっとー、うん、今年は要する s 2 0 2 3をもうリリースしましたけれども、えーえー、はい、はいえー、この開発にもあのしばらく関わっていまして、た多分来年の24も、えー、あ2024も関わると思います。あそうね、今はあれですか、えーフ、フリーランスのといういそうです、完全にフリーランスなので、お仕事ください。<laughs> <laughs> じゃあもう誰でもお仕事どうぞ、あればね、こっちやりますよっていうことで、やってらっしゃるんですね。はい、そんな感じです。はい。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。まあ、そういうことで私は、1972年の生まれになります。はい。で、えっと、72年っていうのはまだまだ、いわゆる福祉みたいなものっていうのも、そんなにこう、 うまくいってるとは、まだまだ言い切れないような名残もあって、うん、えー、1980年というのが障害者年っていうことで、国際障害者年って、私が覚えてるくらい話題になっているので、そこから言えば一つ少しずつ変わってきたんじゃないかなっていう、うんうん、まあ、自分が覚えてるっていうこともあるんでしょうけれども、うんうん、あの、そういうこともあったかなというふうに思います。で、あの、ちっちゃい頃ピアノを私弾いてました。 うん、まあね、何やらせていいかよく分かんなかったのかなとも思いますけれども、とりあえずピアノ弾いてまして、えー、やめなかったら辻井君かとか言ってネタにしてるんですけど。もともとあれですか、福岡の方のそうです、福岡の、はい、出身です。えー、その頃も,ずもうずっと盲学校とかで福岡の方にいらっしゃったんですかはい、そうですね、ずっと盲学校です。えーえー でちなみに姉もあ,の、ええ、あんまり名誉くないんですけども、ええ、姉は高校から普通校に行きました。あ,あもう学校から。で、私はあの高校から付属に行っちゃったので、そういう感じで、えーまあ、なので、ま,うん、まあ、まあ、なんでしょうね、うんえー、親がリベラルだったのか <laughs> っていう感じはありますね。うんうん、はい で、あの、ちっちゃい頃から機械には興味があって、なので、あの、レコードがなんで音が出るかっていうのは感覚的に私知ってるんですよね。すごく不思議で、うん、レコードっていうのが。で、耳を使うとチリチリ鳴ってるわけですよね。あ,あれが不思議で、私、いつか爪を立てた記憶があるんですよ。盤面に、回ってる盤面に。うんうん、そうすると、まあ当然ですけど、爪に振動が伝わってくるっていう経験をしたことがあって、 あそうか、盤面がデコボコしてるのかっていうのは感覚的に知ってるんです。これ多分4歳とか5歳とかの記憶だと思うんですよね。<ー>で、あとオルゴールが何度音が出るかもすごい不思議で、端からあの櫛歯を折ってたっていう記憶はあります。あはははは,はお。折るとね、音は出なくなるからる、ねうん。はい、そうですね。はい。そんな記憶はあります。えー、そんな小さい頃だったように覚えています。<laughs> えー はい。で、えーと、コンピュータと直接的に出会うっていうのが小学校の3年生ぐらいの時になります。うんうん、であの、当時ですね、あの小学校の先生があの、いわゆるシャープのポケコンですね、あの、うんうん、なんていうんですか、あの、ゴムキーがついたこうポ,ポケコン、覚えてらっしゃる方いらっしゃいますかうんうん、うん、私は、はい、覚えてます、覚えてます。はいあれを 持ってらっしゃって、それこそ占いゲームとか野球ゲームとか作って見せてくだってたのは思い出します。はい。で、あの、姉がいるっていうふうにちょっと言いましたけれども、姉がね、あの、一つ上だったので、ちょっと学校が、まあ、遅くなるわけですよね、自分よりも。そうすると、6時間目っていう時間がまあ空きで、 あの、そのまま解先にも行かないからっていうので、学校に私いたんですけれども、えー、その時に、あの、その他人の先生が、その先生がね、うんうんええ、なんかいろんなもの作って見せてくれて、うん、あの、モールス練習機とかですね、うん、あの、なんでしょう、あと野球のルール教えてくれたりとか、うん、あの、そういうことをしてたのは覚えてます。で、モールス練習機、うん、彼は別にアマチュア無線化ではなかったんですけれども、あの、まあ、あ モールス電習機っていうのを作ってくれて、こう、どんなふうな、なんか、和文のモールスコード表なんかね、覚えてたような記憶がありまして、どうしてへが一番短いんだろうねとか言ってるんですねど、和文のモールスコード表、へが一番短いんですけれども、アルファベットは E が一番短いですね。はい。そうですね。それはなんでだろうとか言ってた記憶がありますこちらは完全なアナログ発信会のモールス。まだマイコンがね、そんなに あの、今みたいなすごいちっちゃいマイコンがない時代のものですね。はい。そんな出会いになります。はい。で、私、中学の1年生の時にはマチュアム線を始めるんですけれども、はい。えっと、やっぱそれで、あの、いろんな人とやっぱ出会うようになって、楽しかったです、単純に。で、いろんなことしゃべったりとまあ、もっぱらしゃべってました。で、あの、えっと、自作をしている人っていうのも、まあ、近くにいたりとかして、 えー、いろんなマイク作ったりとかアンテナ作ったりとか、<ー>あの、そういうことをやっている人もいっぱいいましたね。<ー>まあ、なので、まあ、電子工作っていうのもちょっとやってみたかったやってみたかったんですけども、<ー>あの、当時、あの、一緒に作ったものとしては、<ー> FM トランスミッターとかですね、いろんなものが <laughs> ありました。 あはい、そういうものを作ったりとかして、まうん、まあ作ってもらったりとかして遊んでたんですけれども。うんうんまあ、そういう交流があったということですね、無線を遊んでて、そう,ですね、そうい機械が作れる方と一緒に,にたと、はい、そうですね。ようですね。主に、まあ、同年代からちょっと上ぐらいの人たちですけれども、そんな時代を過ごしてました。うん で、いいでね、えっと、当時6601マーク2っていう、うん、あの、PC がありまして、これを持ってる友人がいたんですけども、うん、えっと、斎藤正夫さんの回でも話題になっていましたけれども、うんね、これ喋るんですよね。うん、そうですね。えー、はい。で、あの、えー、ちょっと喋らせて遊んだりとか、で、ベーシック、ああ、そうか、ベーシックっていうプログラミング言語でやるんだなと。で、えっ、ー、と、プレイなんちゃらってやると音が鳴ったりとか。 うあと、スピークなんとかでしたっけね。そうですね。すねはい。そ,そ,そんなので、ちょっと喋ったりとか、いうようなことができるっていうので、面白いなと思って、まあ、パソコンってのが楽しいんだなっていうのが、ちょっとそんな時代に、ちょっと思ったような、えことになります。はいはいはい。それから今度は、さらに。はい。まあ、で、えー、っと、ね、高校の時に、改めてちゃんとコンピューターと出会うっていうことが、うんうん、あの、きます。うん で、えっと、ここはまあ東京に行ったんですけれども、そこの数学の部屋に、えー、あれは何のためでしょうね。うん、えー、ひっそり置かれていたコンピューターがあって、うんえー、当時の学校内のこのコンピューター、好きな連中っていうのはあそこにあのひっそり行って <laughs>、うん、<laughs> えー、PC9801VM っていうまあ古いコンピューターですけれども、<laughs> うん、これをえ触る。 できれば通学の先生に見つかりたくないっていう。っていう感じで触ってました。で、VSS100 っていう、ああ<ー>300っていう3用の大きな外付けの音声合成装置、それから e s 7 3 1っていうプリンター。うん、これ展示のプリンターですね。 えー、それから棚の中には ESA11 という、これ、展示のキーボード6点が載った大きなキーボードですけれども、はい。あの、どちらもアルミの筐、アルミかな鉄かな、うん、鉄かもしれないですね。鉄だったですね。うん、はい。鉄の筐体の、うんえー、大きいコンピューターとかキーボードとかが置いてあって、うん、はい。で、えー、VDM100 のシステム起動ディスクが棚にこっそり置いてあって、それをこっそり取り出して起動するっていう。 なんか、そんなことをやってた。ういうてたはい、友人たちがいて、うん、そこにこっそり入ってたっていう感じで、そうか、パソコンってのは楽しいんだなっていう、うんえー、感じを、えー、持っていたっていう感じですかね。で、実用的に作ったこの修学旅行の文集を作ったっていうのは高校2年の時が最初です。うんえー、この時にこうたくんっていうのを まあ使って、えー、それから、えー、ものができるまでっていうのを一通り体験しました、えー、へんあの売って編集して、えー、印刷をして製本してみんなに配るっていうところまでですねあの当時はやっぱあえん盤ん,ん,んは大丈夫ですか説明が必要そうですね、えー、あの展示の現場を作ってそれを、うん、あのプレスしてたっていうのが終了だったと思うんですけれども、えー、あの 私、中根さんと同級生なんですよ。あ、そうなんですか。それから今、当店の白井さん。えええ。当店だよね。と同級生で、彼らがやっぱパソコン強かったこともあって、パソコンを使った編集、中根さんとは彼が留学しちゃうんで別れちゃうんですけれども、そんなわけで、パソコン強かったこともあって、パソコンで全部やろうっていうことで。 えー、原稿もパソコンで全部作ったっていうことになっていました。なので、それがまあ実用的に使った最初の感じかと思います。うん、こうたくんっていうのは展示の編集ソフトですね。そうです、展示の編集ソフトですね。ね高村先生がね、はい、高村先生が。はい、はい、ね、高村先生が。あそうですね。うんあの 声、エコーがかかったりしてませんか、はい、大丈夫ですかあ大丈夫ですよ。きれいに入ってます。はい、よかったです。はいはい、じゃあ次行きましょう。はい、はいえー。で、あのその後、そのまま、理業家に行くんですけれども、えー、っと、で理業家では、まあ、えー、パソコンオタクの友人たちというのがいっぱいいまして、うん えー、まあ、雑誌読んでる人がいたりとか、それからパソコン通信っていう言葉がまあ使われ始めた頃と重なります。うんうん、ただ、さすがに寄宿者でパソコン通信してる人はまだいませんでした。うん、あの、電話がこうしてはしかなかったので、でね、はい。で、フリーソフトっていう言葉が、まあ、うんえー 使われ始めるような時代にもなって、えー、福祉ソフトパックみたいなのですね、あれはどなたが取りまとめていらっしゃったんでしたっけ小山先生とかですか、うん、小山先生、うん、う,んうん、そうですね。はい、えーかあの。取りまとめていらっしゃって、友人が一歩取り寄せて、それをみんなでコピーして使ってたっていう時代になります。はい で、えー、洋訓室 <laughs> って大丈夫ですかね、うんうん、えー、日常訓練、生活訓練をするような部屋にパソコンが置いてあって、うん、えー、そこで使っていた記憶があります。うん、えー、なんかあまり実用的にならないことばっかりやった気がしますね。立ち上げて楽しかったし。うんうん、<laughs> なんか、うんえー、ソフトインストールするのが楽しかったし。うん、なんか、そんなことばっかりやれた気がします。うんうん で、えー、っと、当時、理療科にですね、経営っていう単位が入った時代になります。うんうん、で、まあ、経営って言って何やってたかって情報処理だったんですけれども。うん、で、あの、希望者は、それこそさっき話に出た高村先生の授業が取れまして、うんうん、彼が C 言語を教えてくれたんですね。ああ、そうなんだ。はい。で、それが私の直接の C 言語との出会いになります。うんうん なので、私のファースト、初学言語は C なんですよ。あの、ちょっとだけベーシックもやりましたけれども、ベーシックでは実用的にも何かが書けるようにはならなかったので、C が最初です。ああ、そうですか。はい。なので、未だ C が一番気楽に書ける言語になります。さすがに Python とかが早いので、ちょっとしたプロトタイプは Python のこともありますけれども、なんか、 気がつくと C で書いちゃってるってことも多くて。<laughs> <laughs> はい。そんな感じでですね、C 言語をやりました。えーはい、K&R っていう有名な本があるんですけど、これを最初に読んだらもうこの頃になります。そうですね。で、ユニックスっていう言葉もここで覚えたりとかして、そんな。 システムがあるんだなあっていう。うん、まさか私がユニックスをこんなに長いこと使い続けるとは思いませんでしたけれども、ユニックスをっていう言葉もこの頃覚えました。うん、よいしょ。うん、はい。で、当時使っていたソフトたちっていうのをちょっと上げてみました。面白かったです。VDM100 <laughs>、えー、<ー>ブレイルシス。山、ま、田先生お世話になりました。<laughs> それから VZ エディター、それからベース、それからターボシーというコンパイラーなどなど、こんなのを使って実用になったりならなかったりするようなことをやってました。で、その後、所沢のリハビリテーションセンターに行きます。あの、教員にならないかっていうサステムはだいぶあったんですけれども、 どうもですね、えええー、こっち行きたきなと思って、ええ、で就職のことも一応あの視野に入れたらこっちかなと思って石田徹先生の弟子になりましてそこであの、えー、と本格的にコンピューターのことを学ぶことになりますうん、うん、で、えー、自分でもプログラミング環境っていうのがある程度整えましたしうん、うん、やっと あの、えー、ここで、なんでしょう。自分のコンピュータっていうのを持ちました。うん、本当パソコン通信ばっかりやってたんですけれども。<laughs> <ー>はい。それもそれ楽しかったし、いろんな学びもあったなというふうに思っています。やっぱ、うん、あの世の中にはすげえプログラマーたちがたくさんいて、え、最近ですね、あの、と、とある飲み会を3ヶ月に1ヶ月らいやってるんですけども、そこに、 あの、参加してくださってる方が、実は当時、パソコン通信でよく喋ってたって方っていうことが後から分かって、<laughs> そうだったんだとかですね。<laughs> <laughs> いうこともありまして。<laughs> はい。で、あのー、ところでは3のユニックスが置いてありまして、<laughs> そこで初めてユニックにログインしたんですけれども、何がユニックスがいいんだか当時よく分かんなかったですね。<laughs> なんか。<laughs> えー え別になんか v z l d ターが使えるわけでもなさそうだし、なんでわざわざログインしなきゃいけないのかよくわかんないし、っていう感じでしたけれども、はい、えー、そんな感じでした。で、就職しまして、ニューブレールシステムに就職しました。で えと当時やっぱですね、そうですね、あの星川さんもそうですけれども、斎、うんえー、藤さんとか、うん、自分のものは自分で作ろうっていう、うんえー、時代だったと思います。本当に何もなかったので、うんえー、もちろんそこの中に和田先生もいらっしゃるんだと思うんですけれども、で、自分で作れるんだなっていうことがやっぱいいなと思って、そ,ちらそういう会社に就職をしたいなと思って、うんうん えー、ニューブレールシステムにお世話になったっていうことになりました。うん、で、まあ、せめてちょっとだけプロイナミングできて、うん、それがまあ仲間たちに役に立つのは、それは嬉しいなと思って、うんえー、そんなことを、まあ、えー、結局、うん、今もやってるんでしょうね。うん、で、えー、っと、まだまだ技術は発展登場だったし、えー、本当に何もなかったし、うん、なんか、えー、それはそれでとっても楽しかったなというふうに思っていました。うんうん で、もう、とにかく、そうですね、もうずっとはもう、えー、お仕事してます。さっきお話ししました。で、MSS を使ったインターネットアクセスプロジェクトっていうのが2000年の頭に立ち上がりまして、うん、あのー、うん、主に盲ろう者のを意識したんだと思うんですけれども、うんえー、リハビリテーション協会の方で、実は、もともとノーマルネットは PC 版にあったんですよね。うんうん で、この PC 版があのコストの都合で運営できないっていうことになって、インターネットに移行したいっていうことだったようです。うん、で、インターネットに移行するにあたっては、どうしたって視覚障害者のアクセスは保障しないきゃいけないと。 それでブラウザもメールも全部作っちゃおうっていうプロジェクトが立ち上がりましてうん、うん、そこで石川先生と本、うん、あの公式なお仕事としては初めてになります、えー、でそれ以来ずっとお世話になってるんですけれどもで、えー、とそんな、えー、MSS のインターネットアクセスプロジェクトっていうのでひょっとしたらご記憶にある方もいらっしゃるかもしれませんけども、うん、WMail っていうソフトがあってうん、うん、えー えー、そのコア部分を私書かせていただきました。うんえー、実際にメールを送ったり、うんえー、読んだり、読んだりというか取ってきたりですね。するようなブログラムを書きました。うん、で、えーと、ちょうどですね、ウェブアクセシビリティっていうのが話題になる時代に引っかかります。うん、で、えーと、HTML が3.2から4.0っていうのが99年。 に出るんですけれども、えー、この頃にかなりウェブアクセシビリティが意識されるようになって、えー、あちらこちらで、えー、そういう、えー、動きっていうのも出てくるようになります。ウェブアクセシビリティイニシアチブっていう、えー、あれは文化会かなちょっと嘘かもしれません。えー、が、えー、W3C の中に立ち上がってきて、えー、そこに慶応がいるんですよね。で、あの、中根さんとかがメンバーでいらっしゃって、 えー、彼の主催するセミナーとかに時々参加したりとか、うんえー、したりしてました。うんうん、なので、私のウェブアクセシビリティの技術の基本はこの時代に勉強したことがベースになっています。うん、えっと、辻さんとかもそうだと思いますね。あの時代よく飲んでたので、そんな感じかなと思っています。うんはい で、アウトスポークのプロジェクトっていうのが2001年。うんうん、この、2000、2000年ですね。2000年の、えー、春から夏にかけて動きまして。うん、はい、えー。その後、そのまま、えー、富士通から発売されることになりましたので、えー、私もそのまま富士通に入社をしました。で、2年ぐらい売りました。 あの富士通から発売されるパソコンに全部アウトスポックが入っているっていう壮大な夢を描いた当時の部長でしたけれどもさすがにそれは実現しませんでしたけど <laughs> はい、えー、そんなことをやって楽しかったですね。であのアメリカ、えー、と欧米で作られてくるスクリーンソフトたちと日本のスクリーンソフトには、まあ、いろんな違いがあるんだなっていうことも当時あの学びましたし文化的な背景もいろいろ違ったと思いますし。 えー、えー、欧米のスクリーンリーダーっていうのは、えー、すごく使うのが、まあまあ、特に落とすわけ難しいソフトだったと思います。何にもしてくれないので、でも何にもしてくれないっていうことは自分でまあ何でもできて、うん、画面のどこでも読むことができるっていうことでもあったんですけれども、うんうん、はい、えー、そんな違いもあったりとかして、えーえー、そういう学びもあったなっていうふうに思っていました。で、うんうんうん で、あの、上手の日本語版の開発に参加するようになって、うん、あとはもうずーっと上手の日本語版をやっています、うんえー。今年も無事リリースできました。うん、<laughs> はい。でえ、エクストラの,あのいろんなものを、うん、あの作ってく、えー、るところに、こう横にいて、石川先生の仕事を眺めて勉強させていただいていたっていう、うん、あの、そんな感じになるかなと思います。うん はい。で、えっ、ー、と、2018年からちょっと Google に入社することになりまして、えー、Google ってのは本当にいろんなサービスとか、それから製品とかがあるわけですけれども、あのー、なんでしょう。えー、社内にアクセシビリティの基準っていうのが一応あって、あの、そのアクセシビリティの基準を満たすように最初設計をしてリリースをしてくるんですけれども、例えば特に日本語ですね。 に関しては、あの、その基準を、は、えー、満たしていても、まだ機能的に足りないっていうことは、やっぱりよくあります。あのー、わかりやすいところで言えば、漢字変換の時の、えー、漢字の候補の読み上げですとか、そういうところの機能が、まあ、欠けてたりとか、うん、それから、一文字ずつ文字を識別するところに問題があったりとか、うんえー、そういうところに、えー、あと、語順ですね。 えー、翻訳をした時の語順によって、アクセシビリティ使い勝手は特に変わってしまう,いう。例えば、えー、マップのソフトですごく地名が長いのがあって、えー、なんとかかんとか、なんとかかんとかまでの経路っていうボタンがあったとしても、全部聞かないと、それは何のボタンかわからない。うん、でも、英語だと、ルートトゥーなんとかだし、うん、フォーントゥーなんとかなので、全部聞かなくてもわかるんですけれども、うんうん そういうところで、この語順は変えた方がいいんじゃないかっていう提案をしたりとか。うん、えー、それから、えー、っと、TTS の読み間違いの間違いを、あの、ひたすら探して修正依頼をしていったりとか。そういうことを横断的にやっていました。日本には、あの、アクセシビリティを横断的に、あの、やってる部署っていうのがないんですよ。うん、で、あの、私は、あの、本当に、あの、採用の状態が、状態だったので、うん まあ、何をやっても怒られない場所だったんですね。だからアクセシビリティのことをやっても怒られないし、全く関係ないことをやっても怒られないし、っていう、とっても居心地のいい場所だったんですんで。あのそういうところで、あのいろんな Google の、えー、ものについてアクセシビリティの提案をあのひたすらやってました。あの、Android のアクセシビリティは多少は良くなったんじゃないかなと思っています、この間に。 そんなことをグーグルではやっていました。で、えー、っと、ということでグーグルまあ退職したんですけれども、で、じゃあ何やろうかなと思って、えー、っと、ちょっと今あの、いろんな時間があるので、えー、ちょっとちっちゃい頃にやってみたかったことっていうのを改めてやってみようかなというふうに思っています。あの、これ、 えっと、グーグルにい時代に、あの、ギガスクール構想ですごいたくさんのクロームブックを配ったんですよね。で、ところが、このく、ま、配ったクロームブックっていうのがあまりうまく使われていないという現状が盲学校の中であるっていうことも分かって、で、まあ、確かにそうだと思うんですね。まあ、予想通りだよねっていう感じではあったんですけれども、あの、改めて数にしてグーグル側に今出してあげたんですけれども、あの、 いろんな先生にお話を伺って、まあ、こんなふうに使えてないんだよ。で,、うん、でも、まあ、例えば Google アシスタントとかを使って、ちょっとこんなふうなことを実験的にやってみてるんだっていうような話とか、あのそういうことをこういろんな話を聞いて、あのなんでしょう、えー、Google 側にあのドキュメントとして提出をしたんですけれども、でその時に技術課程の教科書というのを改めて私、読んだんです。 うん、今時の中学生が使っている技術課程の教科書っていうのを読んだら、3分の1近くが情報処理にページが割かれていて、この3分の1割かれている情報のページが、なんと実習できないんですよ。我々。あの、スクラッチで、あの、やることが前提になっていて、現在、現状では実習できない。で、あの、後の部分も実習するのが非常に難しい。 あの部分っていうのがたくさんあって、まあ昔から技術教科書の教科書は実習難しかったけど、より実習できなくなるところが増えたんだなと思って、ちょっとまずいんじゃないかなというふうにちょっと思っています。あの、実はうちに今6歳の男の子がいるんですけども、彼はプログラミング勉強をすでにやってるんですよね。あの、えー そんな難しいものではないんですけれども、スクラッチが触れて、ニヤニヤしながらゲームっぽいものが作れるんですよね。だから、教育の機会がないっていうのは、すごい、なんか、フェアじゃないよなっていうふうに思って、これもなんとかしないんじゃないかっていう、あの、こともあったりとかして、えー、どうやら、 ちょっと少し考えた方がいいかもなっていうこともありまして、ちょっといろんなことを今試行錯誤やったりしてるんですけれども、で、ハンダ付けもしないわけにはいかないよなと思って、斎藤さんとかはすごいよなとか思って、えっと、いや、けどまあするんですとか言って、そうでしょうけどさ、とか思って。 <laughs> なんかもうちょっとなんとかなあもんかなと思って、うん、あのなのでこれあのなんか手伝ってくださる方いないかなと思って探してます。はあ、うん。はい。えー。ということで、えー、そんなことをですね、えー、でビジュアルプログラミングなので今ですね、えー、ちょっと困ったなあと思っていてでえー、っとマイクロビットっていう もののがありまししてご存知の方いらっしゃいますかどうですかね。まあちょっと今,今反応ちょっとすぐには聞けないかなと思うんだけど、うん、どうですかね。マイクロビットってですね、マイコンのボードなんですけれども、はい、ちょっともう,もういいね、もういいね、うん、ちょっと閉じちゃいます。はい、はい まあ本当ねこ<れ>プログラミングする、うん、はい今何かか出したんですかこれマイコンのボードでですね4、4かける5ンチくらいのボードなんですけれども、これにスイッチが2つと、それから LED がいっぱいと、サウンドブザーですね、と、それからこれ、ワニ口クリップで、 バナナプラグを刺して、結線ができるようになっている大きな端子が5つと、うん、こういうのが載っている学習用のマイコンです。<ー>うん、見えますかはい、今映ってます。あ、はい、もうちょい下で、もうちょい下です。このぐらいでいいですかはい、今映ってます。はい、で、えー、っと、これのビジュアル言語がメイクコードっていうんですけれども、うん、このメイクコードはビジュアル言語なんですけど、Python にそのまま変換できるんですね。 なのでテキスト言語でやりたい場合は Python でやりそうじゃない場合はビジュアル言語が使えるっていうのでちょっと実は学習にいいんじゃないかなと思っています。でエディターはマイクロソフトが作ったこともあってすごくアクセシブルになっていてそれはそれでいいなと思っていてちょっとこれは面白いかもなと思って。 買ってみました、うん、なんかイギリスでは4年生か5年生に配るそうです、うん、これ。で、買っても2000円ちょっとで買えます、この板だけだったら。うんうん、で、同じくらいの大きさのベースがあってあの、このベースにコイン電池が刺さるんですね。うん、で、このベースと、うんうん、上のマイコンをこうやってカッサカサカサ。カッサ こっちか。こうだね。こうだね。重ねると、一つになって、本当にねじ止めするんですけども、あの、この状態で、あの、持ち出せるんですね。うんうん、そうすると、これ、サイコロプログラムとかを仕込むと、うん、振って、サイコロとか、うん、<laughs> うん。加速度センサーが入ってるんで、なんで、こういう、ちょっとした、うんうん、あの、おもちゃになるのができて、うんうん、楽しいかなと思って、パ動くことが大事なので、 こういうことをちょっとやって遊んでるんですけども、最近うちに冷蔵庫閉め忘れタイマーっていうのを作って、冷蔵庫30秒閉め忘れたメリーさんの7が鳴り出すっていう、そういうタイマーを作って、そんなのをちょっと遊んでるんですけども。あこれはリードセンサーです。リードスイッチ リードスイッチでも直接、スイッチ開け閉めうではじの磁石が近づくとスイッチがオンになるっていうスイッチを使って、オンの時には音が鳴らなくて、スイッチが外れると音が鳴り出すていう、そういう仕掛けにしてあるセンサー、冷蔵庫センサーが今、動いています。 計算上はコイン現地で半年ぐらい持つはずなんだけどな。どうかなっていう感じです。で、えなんかそんなことでですね、いろんなやり取りをしてるあの方と喋ってたら、パームソナー作ろうかっていう話に実はなりまして、あの、パームソナーが発売 しなくなくってもうそうですね。うんはい、で,であのーね、竹内さんのお仕事っていうのはすごいお仕事で、うん、まあ,あれにあれはやっぱ必要な仕事だったよなっていうふうに思っていて、うん、なんかえーうん、なくなっていい機会ではないだろうなっていうふうにずっと思っていて。うん でもなかなかこう、それを代替するような製品が出てこなくて、で、ちょっと作れないものだろうかっていうふうに思って調べたら、さすが、あの、すごく、あの、きめの細かいお仕事をされていらっしゃって、まあ、なかなか大変なんですけど、<laughs> あの、ちょっとずつちょっとずつ、あの、ね、進めています。また、あの、どうするとか、 いうことを全く何にも決めまあまあひょっとしたら、えー、動いたっていうので何でしょうね、えー、実用にできなくてやめちゃうかもしれないし、えー、お披露目できる状態になるかもしれないし、えー、ちょっとまだまだ全くもって未知数な状態なんですけれども。うんえー そんなことをちょっとやったりとかしています。とても素晴らしい。楽しみですね。もうぜひそれはあの形になるありがとうございます。ありがとうございます。そんなこともやってきたなっていう感じでいます。一旦あれですか、お話ししたかったこと大変。そうです、ね。丈夫です。1時間40分。 ありがとうございますあのちょっと僕先に出ちゃうんで是非お聞きしたいことがいくつかあるんですけどもまず一つはですねあの、まあ、お話聞いててやっぱりデジタルの話っていうよりも最初にレコードを触ってあそういうことなのかって気づいた話だとか非常にこう自分で作ろうっていう考えとかですね何ていうんですか、ね、デジタルな話っていうよりはどちらかというとアナログな 感覚がある方なんだなって、ちょっとお話聞いてすごく思ったんですけども、はい。あの、今、チャット GPT とかいう生成 AI が出てきてですね、はい。あの、勉強してるところなんですけども、まさにこう、プロンプトエンジニアリングって言われる、その、はい,はい、はい。チャット GPT が正しくそのプログラムとかを作るためには、こう、話し方を意識しなきゃいけないみたいなことが話題になってるんですけど、あの、あれってある意味、そのテキスト言語で書くだけで、プロンプトエンジニアリングができるので、うん、こう、 生成 AI というのは視覚障害者にとってこう助けになるのかど、どんなイメージで今見られているのかなというのが、すごいまず気になったとっいうのが一つと、ですね、うん、もう一つはあの、そういうすごいこう好奇心旺盛に取りに行くような性格になったな、なんか幼少期の時のきっかけみたいな出会いとか何かってあるんですかっていう、ちょっと2つをぜひお聞きしたいんですけど、いかがですかね。うんうんうん、はい あの、もう生鮮 AI に関しては、あの、知見を持っていらっしゃる方がものすごくたくさんいらっしゃるので、私がどうこうっていうこともないかと思うんですけれども、あの、ええー、まあ、もっと勉強しないとちょっと喋れないなというところも、うん、<laughs> あるんですが、えー、あの、そうですね。あの、確かに、あの、うん、コマンド、 ユーザーインターフェースの、えー、一つの形がま,あまたやってきたなっていうふうには捉えています。確かに話し方によって回答が変わってくるので、うんえー、それもすごくやっぱ面白いなとも思うしで出てくる内容もなかなか、えー、いい内容が出てくるのでそれも なんか、いいなと思うんですけれども、まだ何かを語れることにはありがとうございます。いや、ちょっとポジティブな印象なのかどうか知りたかったんで、はいあのえー、でもネガティブではないんだなっていうのは聞けてよかった、うん、うそうですね。楽しいと思います。あの、あとその、先ほどのやっぱりその、まあ、レコード触ったり、うんうん、オルゴール折ってみたりとかですね。はいはい、すごいこの、まあ、脇地さんにも感じるような、えー、とりあえずこう、好奇心をせにやってみようっていう性格を感じるんですけれどもな、何かそういう、 幼少期にこう影響を与えたものとかこう出会いとかこことの出会いが一番大きかったですねみたいなのってのあるんですかねわからないんですけれども子供って基本好奇心だけで生きてる生き物だと思うんですよね。うんうん、でえー、っと例えば好奇心っていうのが同じ量あるとすると。 あの刺激の量が少なければそこに向かう力は大きくなったりするかもしれないすごい仮説ですけれどもであの視覚刺激っていうのがまあまあ入ってこないわけなのであの音に対する刺激はひょっとしたら人よ強めに反応してたかもしれないわかんないですあのその辺はあの 指揮者の方にお任せしたいと思いますけれども、まあ、強いて言うならば、それを親は邪魔しなかったっていうことだろうと思います。なるほど。ありますよね、やっぱり、ありがとうございます、やっぱり、うちも今、1歳8か月の子供がいるんですけども、やっぱり、親がどう意味づけ、意味づけというかですね、最初のイニシアジブを取ってあげるかって、すごい大事だなと思って。 あの情報量が少ない分、そこに貪欲なんだよっていう意味付けをしてくれたり、そこを邪魔しないように、どんどん環境を設定してくれたっていうのが、やっぱあったのかなってお聞きして感じたのでうんそうですね、だ例えば、うんあの、なんでしょうね、えっと、私がピアノ弾き始めたきっかけっていうのは、あの父の友人が、うん、あのおもちゃのピアノをくれたらしいんですね。うん、全く覚えてないんですけども、それで遊んでて、うんえー、なんか鍵盤が足りないと。 子供用のやつだからって、ね、そうねうん <laughs> ピアノを買ったんだというふうに言ってましたへえー、まあバイク乗るわけでもないからいいんじゃねっていう,う安全ですしね思ったらしくて <laughs> いやそこででもピアノ買う親ってなかなかいないと思うんでやっぱりその可能性を信じてあげたっていうのがすごい大きいのかなって聞いてて思いましたねまあでもあの結局のところ 何やらせていいか、まだ70年代の前半だと見えてなかったと思いますね。そもそも自立できるのかどうかすら怪しかったろうし、親にしてみれば。うん、なるほど。で,であの、その中で例えば、馬南隆義さんとか、うんうん、それから、うんうん、まあ、そうですね、えー、どうやら付属には音楽家っていうのがあるらしいぜとか、いう情報とか、ちらっと耳に入ってくれば、うんうん やらせてみようかっていう気にもなったのかもしれないですけれども。いや、でもその情報がなかった時代の情報への貪欲さと、うんうん、ある意味今情報がありすぎて、何が何が本当に大事なのか全然わからないっていうこの私それはね、ものすごく不思議で、うんうん、よくまあこの情報を、うん、あの情報がなかった時代に、うち両親は持ってきてたなっていう。うん、すごいですね。それは不思議で、あの、 どっから聞いてきたのって、あの、ちゃんと聞いていけばよかったなと思うんですけれども。いや、でもやっぱ親がね、こう思う力というか、やっぱそこがモチベーションだったんじゃないかなって気してると思いますよね。はい。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。すごく聞きたかったんで、ありがとうございます。さん1回しありがとうございます。はい。じゃあ、この後はもう、三宅、三宅スタックスさんは出られますよね。この後ですね。すみません。ちょっと遠く、はい。途中に抜けるので、あと、お吉さんにお願いします。 はいいありがとうございました今ねずっとお話聞いて、えー、最後のねあのその小さなコンピューターもう本当手のひらに乗る数千円のコンピューターを使って、はい、それがなおかつ、まあ、今後の,その子ども、まあまあまあ、特に視覚障害のある技術家庭での学習にも活かせるんじゃないかというまあ発想で非常に大事なところだと思いますが。 まあ、そのあたりのプログラムを実際にじじ自分でこうできるというような、まあ、こ目が見えなくっても、その可能性が十分あるよっていうことをこう示していらっしゃると思うんですけど、はい、そういったとこ、そういったことを具体的に、例えばどこか、この、まあ、今の特別支援学校、盲学校とかで何か関わりを持ってこう発表されるようなことっていうのはどうなんですかこの、今後、そういうようなことをされるような予定とかはやった方がいいと思っています。うん,うんうんうん。あのー、 えとそういうプロジェクトを立てなきゃいけないなとか、えー、あまあ、なんでしょうね、これまで私、雇われになったので、えー、あ,のあんまり考えなくてよかったんですけれども、えーあの、ブランディングとか、そういう実現するために必要なことっていうのも、ちょっとは考えなきゃいけないなっていうことになっちゃったなっていう気がしていて、なので、本当、皆さんのアイディアとかあったらいただきたくて、えー、あのまたあの、なんかこう、こんな風なことだったら、 一緒にやれるかもしれないとか、うん、あの、そんなこと知ってるんだったら、こんなふうにお前使いたいから、みたいなのがあったら、ぜひぜひ、追いかけていただければな、というふうに思ってるんですけれども。ああそうですか。はい。そしたら、まあ、これ、今聞いてらっしゃる方で、まあ、またお知り合いの方とかで、まあ、この今、あの、聞いていただいた、まあ、切り上げさんの今までの、こう、経験されたことを、あの、知識とか技術とかをですね、こう広めていただく、という関,関わりを持っていただくところとかがもしあれば、 一緒にちょっとこうお話を、ねはい、あの連絡していただいたただ、はいはい、ご連絡いただけるといいけるとても、ね、嬉しいなというふうに思います。うん、であの、うん、まずはまあ実際に自分がやってるっていう姿をこう皆さんにお見せしなきゃいけないなというふうにちょっと最近は思っていますので、えー、そういうこともちょっとずつこう始めていこうかなというふうに思っています。すね、なんかこうなんでしょうねこういうのって探しに行けばいくらでも情報っていうのはあるんですよ。 別に視覚障害者がプログラミングしてる情報っていうのは特別なことをやってるわけではなくて私がやってることっていうのはグーグル先生に聞いて教えてもらったことを追試してるだけですからだけどその追試をするっていう作業は見せてあげた方が、うんうん、より多くの人が追試した気になれるすごい大事だと思うんですこれ。うん 追試した気になるっていうのはものすごく大事なことだと思っていて、実際に追試をするハードルがものすごく下がりますので、あこういうことが実際にできるんだっていうのを、こう、実際にできるんだということを、実際に見てね、目の前で説験してみていただけると、実際にやってる方がここにいますよって、それを何でもオンラインでも何でもできますよ、今はね、ですねいただいて。 うん、それをやっぱり体験かとか経験を皆さんに伝えていただけるとそうですね、それはちょっと、うんあの、うん、でしょう、確かに二番戦時ではあるんですけれども、すでにある情報なので、うん、でも二番戦時は二番戦時に意味があるのかもしれないていうふうここいやまあ、それをね、ええ、伝わってないというか、そ,そういうことを、まあ、本当に大昔、私がまだ小さい頃、ええ、小さいというか、私が本中学生の頃、ンダ付けを持ってやってみましたが、その頃もう全盲の。 人は本当にやけどしながらでもやってた方何名いらっしゃったんですよねそうなんですよね、うん、そうなんですよはい。だからそういう経験今は多分そういうこと確かにハンダ付けを手でやけどしながらするっていう人って今はもういないいいな,いいないんじゃないかと思うけど、まあ、ハンダ付けじゃなくてもいいんだけど、はい、そのような電子工作を実際にもうやれるじゃ実際に作れるようなちゃんと仕組みがあるし、はい、そうですねー今のね小さなコンピューター、はい、そうですね これにプログラムを書ければ、はい、これテキストで、まあ、コード,コードを書いたプログラムを入れれば、動作するわけですよね。そう,そうです、そうです。も<の>うん、うん、これ、ドライブ、ちっちゃなドライブに見えてるので、うん、そこに Python のコードを入れるだけなんですよ。それで動き始めちゃうので。うんうんうん、そうですね まあさっき出言た、そのスクラッチというね、あの見える人、はい、見える、要するに画面で、その、えっ、ー、と、そのグラフィカルな、あの、絵を、こう、組み合わせていけるような、まあ、まあゲームのような感じで、絵と絵の、あの、こう、ひっつけてたりすることでプログラムを組めるんですよね、はい、さっきのね。そうですね。これを、 まあ、その絵はもちろん見えないとできないけど、それを文字化して、それをそう、ね、命令として、今言った、はい、それがあの今リアルタイム、リアルタイムとかその相互変換ができるということを今、ねはい、言っていただいたから、はいメ、メイクコードというものが、まあ、まさにあのグラフィカルなものであって、それがテキストに、あのプログラムのテキストコードに押し込めず相互に変換できる。そそう、はい、あそううでですかそういうことでも それはね、なかなかそういうことを知ってる方もどうなんでしょうね。できるということはもちろんもうすでに実証されているわけで、はい、もう使われているけど、それがでは実際に何人知ってらっしゃるのかとか、またそれは技術課程の中の、あのもう学校での、ね、中学生に、そういうことの可能性があること自体を、まあ、知ってもらって、プログラミングができるんだと。ええうん <ペー>あの、何もアクセシビリティのためにそうしたわけじゃないんですよね。あの、ビジュアルコードでは限界があって作り込むのに。うん、はははで、あの、これ、別に Python にしてしまえばもっといろんなことができるはずだから、あの、Python に変換できるようにしといた方がいいじゃんっていう、うんうん、ただそれだけの発想のはずで、だから Python に難しいコードを書くと、ここの中に Python コードが入ってますよっていうブロックになるんですけども。<laughs> あ、そうなんだ。 <laughs> えー、なので、ただそれをプログラミング教育に使ってみようっていうふうに発想する思い立つことができるのがやっぱ当事者かなというふうに思っていて。うんうんうん、確かにね、当事者なこ、ねえー、そこは当事者がやっぱりこうそ,のそれを感じてそれができることを価値としては。 科学へジャンプとかいうことやって、あの辺でこうり、ね、取り上げてもらえたらいいなというふうには思っています。っじゃあ、あ,あれですね、あのこれからの,その教育、まあ、本当にこう未来を作っていく子どもたちのことを考えて、まあ、そういったところにもこの、まあ、コンピューター、あのそういった ICT の技術を、はい、まあ今後になってもらうような子どもたち、プログラマーとして将来、 その子どもたちがあの視覚障害、ある、あとのしま関係なく、実際そうなんでしょうけど、あの見えなくてもプログラマーとしてあの仕事ができるようになると、<え>まり上さんのようにですね、あのそれを生かした仕事というのもどんどんできるようになっていく、はい、まあ後輩がどんどんやっぱ増えてもらうためにも、ぜひ必要なことですよね、はい、チャンスがないとね、あのー、本当ね。 ギリギリのところで支えていくのは、やっぱ当事者の力が必要なんだろうなというふうに思っていて、うん、で,ね、で、その時に実際に行動がかける当事者っていうのは多分必要なんですよ。で、あのー、今の20代のエンジニアたち、すごく優秀な資格紹介者がいっぱいいて、あの、本当彼らに今後は しばらくは支えていってもらうんだろうなと思うんですけれども、うん、あのその下もやっぱり育ってってほしいなというふうに思っていて、えー、であのその私たちの時代とはちょっと状況が変わって、うん、あのいろんなところでいろんなアクセシビリティの取り組みが今行われるようになってきていますけれどもその流れの中でも、うん、あの自分たちが使うものを自分たちで発想ができるっていうことってのは 人から溶き入れさせない方がいいだろうなというふうにちょっと思っています。なので、えー、プログラミングできる視覚障害者は、うんえー、みんなとは言いませんけれども、うんあの、興味がある人にはできるっていう環境は残しあの保持しておいてあげたいなというふうに思っています。うんうん いいやいや大変あの素晴らしいあの未来につながるお話をですね、あり,すありがとうございます。本当にあの、まあ、そういうあの実践を通してながら、また今後ですね、ぜひあのこの視覚障害者の、まあ、アクセシビリティも含めて、はいえー、導いていただいて、これからも導いていただきたいなというふうに思います。はい、もうあの先ほどからねあのお話をお聞きしていると、まあ、いろんなことを、まあ、お聞きしたいこともあると思うし、まあ、今ここに聞いてらっしゃる方も、 まああのここの、ねえー、とネクストビジョンでこのデジタルラウンジを行っていますいろんな要望もいただきます。えー、Mac の, Mac の、ね、コンピューターを使うようなこの、まあ、入門のことをしてほしいというような要望もあったり <laughs> <laughs> しますで。あとサウンド関係、はい、音の編集とかっていうような、まあ、あのことに関するご要望も以前にいただいたこともありましたし。はいはい まあ皆さん、それぞれにです、ね、やっぱりご自身あのやりたいこととかある,あると思いますし、まあ、そういうものをまあこのネクストビジョンに寄せていただきながら、まあ、可能なあこのプログラミング、またプログラムというか、このデジタルラウンジの内容ですね、これを考えて進めてまいりたいと思います。またその説にはです、ね、ぜひまたご協力ください <laughs> あの。やっぱり Mac を実際に使って、ここまで使ってらっしゃる方、あんまりな多分まだいらっしゃらないんだろうなと思いながら。 えー、あの音楽専修ソフトだと、業界のスタンダードはプロトゥールズっというソフトなんですけれども、これを使ってる日本人は、私が確認してるだけで5人はいないんじゃないかな。あそうなんですかわ、はい、かりました。じゃあまた機会がありましたら、ぜひそのあたりも含めて、はい、<laughs> 関心がある方もいらっしゃると思うので、またお話をお聞かせていただきたいと思います <laughs> ありがとうございます。 本当にあの今日は、桐明さんありがとうございました。あ,のありがとうございます。すね、これをきっかけに、えー、また今聞いてらっしゃる方も多分つながっていただきながら、えー、と未来をおこの担っていただく子どもたちに向けてのですね、今日はメッセージもいただきましたので、ぜひあの何か関係を持っていただける、どこかご知り合いの方でこうつなげていただきたいというあの思う方いらっしゃいましたら、NEXT Vision、はい、の方にまたご連絡をください。ということで、ありがとうございました、桐明さん。ありがとうございました。 えと今日、今月の、えー、デジタルラウンジは、桐、えー、上正則さんのこの小さい頃からの思い、えー、取り組みをですね、じっくりとご紹介させていただきました。えー、と来月になりますが、えー、来月8月なんですけど、8月は8月の28日月曜日、えー、15時からということで、えー、と来月も、あの えー、ゲスト、これはですね、あの過去にあのスペシャルゲストで来ていただきました、千葉のみ園さんですね。えっと、みそさんはあのアクセシビリティ、この Apple アクセシビリティをーメールリストを、えー、運営されていらっしゃいます。えー、お楽しみにしてください。ということで、えー、と今月のデジタルラウンジは以上となります。あ皆さんありがとうございました。